前回のあらすじ。うるせえだろ、くそなったパッパッパッ。そして物語は続いていく。デレレレレレ。ああ、まあ、まずこれはね、まあ、ファイナルファイト、ファイナルファイトは意外と、まあ、その実況向きというか、危ねえ、当たんねえし、まあ、意外と結構実況向きなんで、これはこれから、なんだろうね、レッツプレイ動画、もしくは LP 動画を、レッツプレイ動画でね、やる、まあ、実況動画を作りたいと思ってる人は、まあ、まず間違いなくこれを最初にやるべきだ。なぜかというと、これはもう素晴らしいゲームなんだ。まあ、素晴らしいゲームと言ってたら、このゲームはクリアしたことがないっていうのもあれだから、あれだから、そう、あれだから。やめろ！うっ、腐れが。この、そう、さっき忘れてたんだけど、あの、腐れ兄ちゃんが、クライム。よし。ジェイク。貴様の命は俺だ。さっき、軽やか兄ちゃんは、まあ、これ多分アメリカ版だと思う。このアメリカバージョンなんだよな、このゲームは。アメリカバージョンなんだけど、もともとね、日本版だと、なんか女の人なんじゃないですか。で、女の人を多分いじめるのは良くないっていうことで、は？は？は？何お前は？何なの一体？アンドレだろ？アンドレ。あいつアンドレって言うの？でけえ。ハゲジジイが。もう勝てる気しねえよ、お前。負けたら、負けたら終了。もうこの、今やられたじゃん、今。でももう3期になってるから、左上のところ見るとなんかイコール3みたいな感じになってるけどさ、イコールじゃねえかなって言うのかな、イコールか。まあ、とりあえず3期、残り3期で、まあ、あと3回、3回、4回もしてるんだけど、それやられて、なくなったら、もうゲームオーバーでも、一番最初の面からもやりますって。だからそれもこれもクリアするの光るな、ずっとね。俺の最高記録は多分5面か4面ぐらいだから、一応、まあ、そこまで行ったんだけれども、あまりにも敵が強すぎて、俺の手にはもう追えないっていうのが起きたんだけど、まあ、これは、だがこれはもうあまりの、これはね、これまさに世の中の理不尽をなんか今、象徴してくる。今こいつがやったら変な行動がなんか先に先に先にって、カニみたいなんだよ。まあ、これはあれだから、世の中に対する、まあ、反逆者の、ね、抵抗だから、私が。だからもうこれはね、今戦ってる敵と、まあ、世の中そのもの。そいつら倒すことによって、そう、こういうね、理不尽から、どこまで、奴らを叩き落とすことができるかっていう。これはもう、己との戦いでもあるっていう、そういうことなんだ。これはね、やらなければならない。どうしても。社会的に見ても。個人的な宿命な意味でも、いろんな意味でこれはやらなければならない。どうしても。いつかは、まあ、人生において、まあ、いろいろ、まあ、試練というのがあるんだけど、まあ、それはあれだな、まあ、まさに今この時だな。あと2期で、まあ、あと2期で、まあ、どこまでいけるかっていう。まあ、そういうあれだけど。おら！もう、たぶらってんじゃねえぞ、これ。なんだ、こいつらは。どういうんだ、これ。どんなや。ちょっと楽しすぎだよ。こんなも電車の中でこんな大っ腹ですか。窓ガラス割れてっかね、窓ガラス。うるせえな、貴様ら。もうダメだ。ダメだ。そう、これがあれだ。もう心をへし折りできてる。例えば。そして蹴ると。ここが頻発する。今頃どこまで今頃敵のボスはもうなんかゲラゲラ笑ってるんですよ。あれ、やべ、ミスった。そう、早くいいや。まあ、ちなみに俺はハガーさんが大好きだから、まあ、ハガー使ってんだけど、もう一人はね、兄ちゃんがいる、イケメンの兄ちゃんに選べるんだけど、行ったどっか行ってちょうだい、もうどっか行ってくれ。まあ、イケメンの兄ちゃんが、サボラおい、カウントできてんのサボラ刻むぞ、これおら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 、甘いわてめえらごときに、てめえらごときに負けろ、俺たちやねえよ、おら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 、どうだこれであれだ、はめ続けて、一生はめ続けて、貴様を追い詰めて、ほっほっ、よし、これ持ってくぞ、おい、まだ出てこない、なんだ貴様、まだいたな、エルガド、かっけえな、こいつ、エルガドってなんだ、あれ、だが、あれ、置いてくな、お前、自分が、何やったか分かってんのか、お前は、お前、それは、まあ、あれだぞ、あと一機しかないんだぞ、まあ、まず、これがね、最初の、まず間違いなくやるのはここのボスがもう最初の山場であると言えるであろう。なぜかというとこのボスはアリーナが強い。ほら危ない危ない。あいつはあの蹴りがやばいんだ。こいつこの軽やか兄ちゃんの蹴りこれ半端ないんで、これでも 70% から持ってかれるから、本当にこれはもう気をつけてこれは本当に強いから、こいつはほらうるせ
せえ、こうじゃねえんだ。俺は言ってるよ。人生ずっと職場で。なんで、ふざけやがって。おい。貴様ら、兄ちゃんたちよ。覚悟はできてんのか、ここは。うら。まあ、あとこの動画の目的は、まあ、いかにあの、この、まあ、視聴者様方をなんか、まあ、ドン引きさせるかっていう、まあ、それもちょっと含まれてるんで、まあ、結構暴れることを目に含まれてる。もういいね、いいね、いいね。さあ、始めようじゃねえか。おい、クソディズニー。お前、二刀流だぞ、これ。あ、まずありえねえ。待って、こいつ、まず強いかって、これ。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ、よし。よせ。あ、危ねえ。よし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 、おう。さあ、勝てんじゃね、勝てんじゃね。勝てる、勝てる。よし。で、これ、まずは、突撃するから。ああ、うん、下から行こう、下からよし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 、なんていうの、あ、貴様この野郎、やられたと見せかけて、待てこの強さ、半端ないぞ。だが俺たちは負けず、うわ貴様ら負けたのか、もっと俺と友達になるぜ、さあ、この、おめでとう。ボーナスステージか。だいぶ。なんだこれは。もう素手で破壊するとか、まず葉っぱねえ。尋常じゃねえよ。素手で、皮を破壊するとか、尋常じゃねえよ。伸びねえ。どうやってやればいい、こっちが、これ取ればいいか。これあれ、ちょっと待って、これ取っちゃいけなかったんじゃないか。あ、おいおいおい、なかなった。いや、これちょっと手応えがない、手応えがないぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、早く、やばい、キューアップさせないと。いけた、ちょっと待って、これでちょっと1アップしないとやばいことになる。いったか、はい、残念。オーマイカー。